発で前向けるイコール相手も飛び込んでこれない。じゃあ逆に言うと自分が次の展開に対してスムーズなプレーができる。チャオ、元プロサッカー選手の宮田です。今日は下がりながら前を向く、ターンの仕方かな、前の向き方、まあそういうのをやっていきましょう。で、まあ僕最近やってるように駆け引きね、駆け引きの中で足元でボールもらうときって止まってる状態じゃないと思うんだよ。動きながら多分下に下がってくるっていうイメージなんだと思うんだけど、じゃあその時にやっぱフリーだから一発で前を向きたいっていう時にこのターンを使うことによってやっぱり前を向けます。それはだけど相手と離れてるときね、逆に近いときは前向いちゃうとすぐ取られちゃうんで、まあその状況を見ながらよくこのねプレーを選択してください。でその中で僕が言ったように釣って戻ってきて、戻ってきてそのまま後ろ向きにターンするんじゃなくてそれを前に向くね。その時にちょっと今日の技術は、レベル高いかもしれないんだけど、これすることによって一発で前向けるイコール相手も飛び込んでこれない。じゃあ逆に言うと自分が次の展開に対してスムーズなプレーができるっていうことで、すごいね速いプレーとか、次につなげるプレーはできると思うんで、本当にこのねターンの仕方っていうのをまずは覚えてみましょう。僕がここから走って後ろ釣って帰ってくるときにボールがここに来ましたって言ったときに、ボールに乗って今みたいにターンをするっていうやり方ね。これが軸になるように、ボールの足のここの上が軸になるように、でそうって前を向く、ボールの上を軸止めながら軸を作るっていう感じかな。こうやって足の前でボール止めることによってボールが止まる、コントロールと体の向き作る、ダブルでねいいポイントだと思うんで、まずはそのねやり方っていうのをじっくり、説明していきたいと思います。ボールをしっかり止めるっていうところで、やっぱりその止め方はやっぱりこの足の裏のね、ここ母子球のやっぱ親指から小指までを使って、力の具合が寄りやすいところはやっぱり本当親指の下とかね、本当母子球らへんだと思うんで、止め方はそこでしっかり止めて、ボールのやっぱ本当なるべくてっぺんを触ってあげる、上からこれは押さえてあげるっていう感じね、上から押さえてやる感じで、今みたいにちょっとボールの中心がずれちゃうと、ああやってボール転がっちゃうから、こうやってそれするとバランスも崩しやすくなるし、次の方向に向けに返してやっぱちょっと少し時間ねロスになっちゃうんだから、本当に正確な場所、ここ頂点、ボールのねもうてっぺんをしっかり触れるような技術っていうのが必要なんで、まずはこのね、技術の高め方っていうのを練習しましょう。まずはこうやって自分がだいたい一歩ぐらい離れたとこから一緒にこうやって飛ぶ、次はこうやって回る、どっちでもいいし回る、こうやって体の向きを作ってあげる、 OK で、これをもう1周だったり2周だったりどんどん連続しましょう。そうすることによってまず軸足でこうやって軸足ボールを軸にしながら体の向きこうやって作れることでできるから、この練習はね絶対やってください。回すことができたら次はちょっと離れたとこで今みたいにこうやって体の回転する、ポイントとしてはボール最初ついてその足で飛ぶっていう感じかな。一緒に同時にやるんじゃなくてちょっとボールの方が早く足をこうやって動かす、これが上手同時になっちゃうと両方でこうやって飛ぶ、難しい、タイム的に結構無理だと思うねこれはっていう感じになっちゃう。これ回れないし逆に動き遅くなっちゃうんで、イメージとしてはコントロール足で動かすっていう感じかな。タイミングやり方っていうのを覚えてください。でこうすることによって本当に一発で前向ける、めっちゃ力入れると俺もボールって結構不安定だから足首ひねっちゃったりするんだけど、まあ止めれるぐらいの優しさで力加減は全然 OK です。逆にこれが力入れすぎちゃうとさっきみたいに足首ボールがぐらぐら揺れて逆にバランス崩しちゃうかもしれないから、その力の入れ方っていうのは一人一人ね多分個人差あると思うんで、そこは調整してくださいね。そうすることによってしっかりここが軸足になり、そしたらこっちの足が動く、プレー前向いてプレーできるっていう感じになるので、このねターンの仕方っていうのも覚えましょう。
常にこうやって前目にコントロールすると、あ、こいつ前向いてるな、ロングパスもあるしミドルパスもあるしショートパスもある、ましてはドリブルもあるなって思わせると、本当にディフェンス、自分の目の前の敵っていうのは嫌だと思う。まず前へ進むんだよっていう意思表示をしてからの下げるとかね、いろんなプレーに枝分かれすると思うので、まずこうやって前を向く、積極的にプレーするっていうのはすごい大事なことだと思うんで、このターンを、かなり使えると思うんで、みんなもね習得して試合練習でいっぱい活かしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。